シード MC ナンバー4大阪府から出場ナーブ。どうも大阪出身のナーブです。ずっと大阪です。だからそのシンプルになろうみたいな、とりあえずなんかその難しいところを全部削ぎ落として、自分のその表現でも一番簡単なところで強みになってる部分とかで戦うべき。俺ひねくれてないからお前と仲良くしてる。俺はどう考えてもストレート、そしてストリート。ラップとか全くしないような方で、R指定もわからんみたいな感じの子やったんですけど、戦国の動画オーディションするタイミングの時も、自分からやろうっていうよりかは、彼女が、なんか、有名になれるんやったらやってほしいな、みたいな感じで言って、じゃあチャレンジしてみるわ、みたいなんで、チャレンジして、なんか、その応援っていうか結構なんか今のムーブメントの核になる部分は結構彼女がポロって言ったこと、始まったかはあるですね。僕とかは、シード枠の中でもコーラに出てなかったんで、なんか俺は結構もう全部買いに行きたいくらいの、もう今のシーン一掃したいくらいの、その若手の勢いみたいなの見せたいんで、ぜひお願いします。エントリーナンバー14、埼玉県から出場シン。シンと申します。地元は埼玉の越谷、ここは地元です。いやまあ地元を出ないって考えれば住みやすい街です。最近ファミリーで働き始めました。まあ、なんちゃうか俺もクラブで働きたいなと思って、あのファミリーって本当フライデーだけじゃなくて平日の営業とかも、まあ、元々結構行ってたりしてて、まあ、まだ仕事は全然覚えてないんですけど、渋谷ファミリーだからこそあるなんかそういう関わりとか、バカならバカなりに音楽に地図に、バカの一つを棒の一つをでかくしていこう。アンダー社長よろしくお願いします。はい、それではシード戦第3試合に入りたいと思うんですけど、皆さん大丈夫ですか？調子いい感じですか？大丈夫ですか？ちょっとね、最初よりもさっきバトル見てて盛り上がりに欠けてると思ったんですよ。調子どうですか？じゃあここでバッチリ、皆さん応援していただいて声出していただいていいので、はい、楽しんでいきましょう。シード戦の MC 上がってきてください。それでは今度試合の1個いいですか？1個いいですか？さっきの試合ちょっとトラックでかくて聞き取れなかったんで、ちょっとトラック調整してもらった方がいいかもです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、けど前にこの試合のビートを高くお願いします。ナイス DJ、 先行後攻を決めるじゃんけんお願いします。はい、先行こちらになります。後攻こちらで、先行がナーブ、後攻シンに入ります。シード戦第3試合、はい、先行ナーブ、後攻シン、 DJ チャカ、リンザ・ビー。もうどうしようもないぐらいに頭から体が言葉荒れて、お前とぶつかってる真正面、カメハメハを超えていく波動拳、左手のマイクフォンキッキーで威力を放った、見えない瞬発分割のトラップ、その枠組みも俺はガルガルと壊れる。波動の威力とかそういう相性とかの問題じゃなく侵食されてる、この宇宙宇宙宇宙する感覚ぶってんじゃん。うん、スープカットな彼、どれだけのイメージを抽出圧縮して調和できるやつはどちらかの話。Yeah, その宇宙よりも広い思想に俺はどっぷりと使って、だからコーラも超えていくバズーカ、仮面戦技封じ込めるバブーバー。 Yeah, バブーバーバブーバー、俺バブーカー片付ける、俺欲しいもんは全部手に入れる、100万デシベル。見つから見つからなくしたい地図に一途に静かに静かな見るばかり、幾多のこの空中からこれが宇宙の作り方よ。だってこん
らい風圧負けた受肉吐く送り返し育った結果お前よりも爆弾の内で着火終了。大きな拍手をお願いします。審査員の方大丈夫そうですかね。それでは行きたいと思います。審査お願いします。レッツジャッジ。赤青青赤青勝者ナーブ。大きな拍手お願いします。それでは審査員の方からコメントいただきたいと思います。うるせえ審査員長の登場コアからお願いします。はい、さっきから本当に拮抗した試合が多くて結構場所も割れてるんで、本当その通り本当にギリギリの勝負だと思うんですけど、結構ナーブ君が、なんて言うんだろう、バタルとかのかな、すごい安定感がちょっとあるのと、声がすごく聞き取りやすくて、ぶっちゃけ歌詞で聞き取れなかったところがほぼなかったっていうのが、まずめちゃくちゃポイントとしてでかくて、かつその宇宙の話の部分とかも結構がっつりナーブ君も話に乗っていくけど、ちゃんと自分のワードをちゃんと保ってて、グループだけすごい良かったなと思って、でもどっちもすごい格好良かったです。ありがとうございます。スクリュー君から何かありますか。ナーブにあげたんですけど、ナーブやっぱりワンバースながら巧みで、かなり芯が一回戦の V 字かましてたカメハメハってのをちゃんと拾って、俺は波動拳だ、いい、その先行のワンバース巧みすぎるなって思って聞いてたんですね。でそこでバトルコーだなってのが思って、それに対してどう芯が飲むのかフローだったんですよね。宇宙の作り方をフローで、見せていく、ワードに対してフローで見せていく、スタイルウォーズの数が明らかに見えててすごく楽しいバトルだったんだけど、最後に宇宙を作り出したのはやっぱナーブだったのかなっていうので、すごくいいバトルだったと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではバトルしたお二人に大きな拍手をお願いします。して何か負けました、しんと申します。一番音楽やってたんじゃないでしょうか。それだけで十分です。あとナーブ本当に頑張って、あとですね、まあそうですね、やっぱまだ他の出てた人たちよりは知名度とかも全然なくて、もう本当ライブとかのバトルでも何でもやりたいんで、ウキング待ってます。あたしか、ありがとうございました。登場したシーンにも大きな拍手をお願いします。さあ続いてシード戦最終試合になります。一度ここでバトルの方この1試合やったら終わるんですが、皆さん調子の方はどうでしょうか。お疲れ様です。バトルを終えてどうですか。いやまあ楽しかったです。調子はどうでした。調子はまあいい感じだったんではないでしょうかとは思いますけど、まあ、負けたんで多分そうでもなかったのかもしれません。もう一回やりたいって思いますか。いやもういいっすよ。ナーブとはもういいかな。2回目だし、ハイスクールでもやったし。今後の行動だったり動き方もしくはリリース情報だったりあれば。今後の動き方、そうですね、まあ、いろんな、なんか、まあ、ライブバトルとか全然どこでも受けてて、今度も俺レゲエの箱でレゲエのライブするんで、なんかそういう風な動きができればなって思ってるんで、ぜひチェックしてください。お疲れ様でした。ですありがとうございます。We'll be right back.